トをご覧の皆さん、こんにちは。プロテニスプレーヤーの澤柳莉子です。今回は両手打ちバックハンドのアングルショットの打つコツを紹介します。アングルショットが打てるようになると相手をコートの外に追い出すことができて、コートを広く使うことができます。では皆さん覚えてみましょう。まずはアングルショットが使える状況について説明します。ちょっと短いボール、浅いボールや、逆に相手から角度がついたボールが来た時にアングルショットはとても使いやすいです。逆に深いボールや、高いボールの時は角度がつけにくいので、その点は注意していきましょう。そしてアングルショットを打つ際に、今までは左手でしっかりと誘導して手動で打つと言っていたのですが、アングルショットの時に短く打たなければいけないので、そこまで伸ばしてしまうと少し難しいので、左手で少し下から上に少しコンパクトに振るようなイメージで打ってみましょう。では実際に打ってみます。このように少し左手でリストを使うようなイメージでコンパクトに振ります。アングルショットは他のショットと組み合わせるとより効果的になります。例えばダブルスで相手が平行陣2人ともネットに出てきた際に、強い球で数球突き球を打った後にアングルショットを混ぜることができると、相手の意表をついたり、体勢を崩させることができます。その際に、今まで何回か紹介しているんですけども、バックハンドの時に打つ時に右肩をしっかりと顎の下に出して、強いのとアングルとしっかり隠すことができると、もっと相手に分かりにくく、打つことができると思います。では実際に組み合わせて打ってみます。今回は両手打ちバックハンドのアングルショットを紹介しました。アングルショットは相手を走らせることができたり、相手の体勢を崩させることができる戦術的なショットです。皆さんもぜひマスターして使ってみましょう。